青い空、白い浜、遠くまで広がる広大な海。これってよくテレビで見た地上の楽園ってやつだよね。こんなところに招待してくれるなんて、指揮官ありがとうございます。よし遊ぶぞ。あ、指揮官お疲れ様です。サボりって違いますよ。ちょっと休憩です。こんなに海を満喫してていいのかな。いろいろ楽しいし美味しいし、修行っていうにはちょっと無理があるよね。ダイビングとかやってみたいかも。潜水艦の子たちに相談してみようかな。休憩です、休憩。修行中でも合間合間に休みを取らないとダメだってじっちゃんにきつく言われてるんですから。せっかく海に来てるんだから少しぐらい遊んでも怒られないよね。ニュージャージーさんおすすめの新作アイスですか？すっごく興味あります。なんだ、U110 ちゃんか。本物のサメかと。赤月ちゃんから借りた爆雷が早速役に立つかと思ったよ。この水着すごく素敵ですよね。私もお気に入りなんですよ。うん、そんなところに触ったら紐がほどけちゃう。頭とか撫でられるとなんか落ち着くんですよね。あれ、まだお仕事残ってるみたいですよ。あ、任務完了ですね、指揮官。指揮官、文が届いてるみたいですよ。確認しなくていいんですか？お疲れですね、指揮官。少し日陰で休みませんか？冷たいものも用意してありますよ。はあ、こんなもんかな。いろいろ足りないものとかあるんですけど。え、一緒に買い物に行こうかって。それは助かります。お使いに行ってた方たちが帰ってきたみたいですね。本当お疲れ様でした。また強くなっちゃった。修行の成果出てます？お手合わせよろしくお願いします。ちょっと汗かいちゃいましたね。偽装って汗に弱かったりします？もうダメ。秘伝忍法。多分まだ大丈夫。